ものすごい老舗のちょっと店に、めっちゃあの建物が、うん、お姉さんがちょっと結構年取り過ぎてはって、あの料理が作れない状態で乾き物でした。まあでも楽しかったです、うん、ということで、ね、2軒目行ってみたいと思います。2軒目行ってみたいと思います。なんかちょい飲みセットがあるということで、ダイニングタカ、ちょっとちょっと、あ、ゆうこちゃん、大島ゆうこ、メニュー、まあ、こっち英語や。和洋や。和洋折衷。ちょい飲みセットのメニューについているのは、タコの塩辛とイカの塩辛。もう一杯ついてんやろ。イカのトモズク。混ぜとこながら。すげえ。塊や。ちびりちびりもずくはどうですか。え、沖縄のもずくより細いです。あ、外苑、外苑ちゃう、岩苑、うまそう。じゃあ塩の岩苑付きで、この店のちょい飲みセットは2杯ついてきます。2杯目、2杯目や。今追加で鶏の唐揚げを頼みました。本当はあのアジの開き、アジの開きと唐揚げ悩んでて、ママちゃんの優先度は早い方取りですから。そんな人はロマンみたいに、そんな人はレモン風味、レモン風味、最近こなれてきましたね。はい、この塩は死守したから。いや、ママちゃん、金沢どうよ。まだわからない。まだわからん。まだまだよな。まだ初日やもんな。出てきたらちょっと暗くなってるけど、こいつはね。のどこ？タカちゃん。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 1000円やったな。1000円やったな。で、こちゃん頼んだからまたちょっと高かったな。ということで、金沢来たんで海鮮探したいと思います。今2軒目で、次3軒目行きます。